はい、こんにちは、ギバチャンネルケンジです。今日は作業風景何日目だろう、なんか週末は4日目なんですけど、平日の夜とかもちょこちょこやったんでね、カウントがちょっと難しくなってるんですけど、まあ作り始めてちょうど1週間かな、じゃあ7日ぐらいか、7日目ぐらいですね。結構進みました。で、まあ、サムネ見てもらったと思うんですけど、まあ、残念なニュースもあるんですよ。まあ、それはねもうちょっと後で言うんで最後まで見てください。じゃあまずね、どういう風になったか説明していこうと思います。フラットバンクですね、だいぶできました。上も天板もね準備したんで、明日ぐらいにこれは完成かな。あとはね手すりとかつけなきゃいけないんですけど、ででかいバンクトゥーバンク、これはもうちょっとしたらトゥーのとこと下り片側だけレールつける感じになりますね。で奥、こっちが A バンクですね。ちょっと暗いな暗いな、だいぶ暗いな。 A バンクで、 A バンクの横にまあやりやすいぐらいのボックス置いてます。でマニュアル台も今作ってる最中ですね。20センチか、高さ20センチぐらいで、幅が1メーター20の長さが2メーター10、まあ結構やりやすいんじゃないかなと思います。そうですね、ここにまあレールがつくかな、いつつくかな。で、あっちにあるのがまあ、発射台。あんまりね飛び出しバンクで使っちゃうと音がうるさいから最初は心配なんですよね。あとステージの床ってそんなに強くないんで、あんま飛んじゃうと穴が開いちゃうかもしれないんで、できれば皆さん発射台プッシュしてロールインして、こっちあのバンクトゥーバンクとかで技する感じで使ってもらったら嬉しいな。でもう一個の作りかけのやつは多分明日友達が作業して終わらせてくれると思います。結構いい感じに仕上がってきてると思います。8月ね1日に仮オープンできるように頑張ってますね。ぜひ遊びに来てください。そしてサムネのことですよね、残念なニュースっていうのはトイレがないです。水も出ません。とここのトイレ動かそうとすると学校全体の浄化槽を動かしちゃうからむちゃくちゃ金かかるしでかいらしいんですよね。もうだからここだけの体育館だけとかを稼働させるっていうのはできなくて、まあ、当分はトイレがないんで近隣っていうかあの近くに道の駅とかねローソンとかあるんでことを済ましてきてもらったり、行きたくなったらねコンビニ行ったり道の駅行ってねちょこっとね河原町にお金を落としてもらえたらいいんじゃないかなと思います。まああと他にも細かいこととかあるんですけど、それはおいおいねちょっとずつ小出しにしていこうと思うんでね、次の動画も楽しみにしててください。でインスタとかもねあの上の方に書いてあるんで、ここのパークのインスタ仮で作ったんですけど、まあ多分そのまま使うと思うんで、ぜひね登録お願いします。ギバチャンネルの YouTube の方も登録お願いします。じゃあ次回の動画でまた会いましょう。次回は滑るぞ、滑ってやるぞ。時間的にラス1滑ってもいいかな。最後じゃあプッシュとターンぐらいします。じゃあちょっとだけ乗ってみます。ちょっとだけ、こんな感じです。減速しないんでめっちゃ速いです。本当楽しいパークなんでぜひ遊び来てください。俺は大体いません。じゃあまた次回会いましょう。